心にぐるぐるきます。ぐるぐるくる宝塚歌劇団対談後、はい、初舞台ということで、また初めてなことづくしで、はい、この番組怖い想像 の上をきました。今回はパルコプロデュース2024あの世この世を特集。本作に出演する昨年宝塚歌劇団を退団したばかりの元トップ娘役純花が舞台の魅力について語ります。またマネージャーからのタレコミで純花の意外な素顔が明らかに。ここからはね、純花さんが今稽古されている、はい、アミューズ所属後初舞台、はい、この舞台、はい、あの世この世についてお話を伺いたいんですけども、はい、どうですか、その初めてアミューズに入って1本目、また初めてなことづくしで、はい、いろいろ新鮮ですし、うん、なんかまたこう違った、うん、形でのお稽古なので、うん、なんか皆さんからいろいろ教えていただきながら、うん、でももう本当に素晴らしい演者の皆様とご一緒させていただくので毎日楽しいです。うわ、そんなこのあの世この世についてちょっと簡単に説明させていただきたいんですけども、はい、お願いします。青木剛さん作演出を務め新作を書き下ろした爽快エンターテイメント、はい、主演を務めるのは安田翔太さん、先日発表された第31回読売演劇大賞で最優秀女優賞を受賞された池谷信江さん、中村梅雀さんなど出演者には強者ぞろい。ちょっとひねくれたユーモアと笑い、そこにちょっぴりの切なさを加え、粋な音楽を織り交ぜた新感覚のオリジナルストーリーとなっております。舞台は明治初期、安田翔太さん演じる浮世絵絵師指爪秀才は新政府を批判したとして番屋に入れられていたが、初犯ということもあり解放され、迎えに来た弟の木三郎と居酒屋で宴を共にしていた。そこで秀才は木三郎から出所祝いとして眼鏡をプレゼントされ喜んでかける。さらに秀才は居酒屋に居合わせた未来が見えるという能力のある常連フサに占ってもらうと女に出会うと告げられる。その女が秀才の未来を決めるだろうと。そこに純花さん演じる美しい女ミツが男と共にやってくる。秀才が出会う女性は彼女なのではないかと話をしていると、突如刀や銃を持った男たちが現れる。そして男たちは秀才に襲いかかってくるのだった、はい、という気になるストーリーですねなんだか、はい、具体的にはまあ、あらすじはこういう感じなんですけども、どういったお話なんですか、うん、まあ、ざっくりと。そうですね、まあ、明治初期で、はい、安田さん演じられる秀才さんが、うん、そして皆さんがある事件にこう巻き込まれて物語がどんどん進んでいくんですけれども、この青木さんのユーモアもあり少し笑いもあって、でもどこかその明治初期ですけど今の時代にもなんかこうリンクするような、なんか人としてこうなんか心にこうグッとくるような、なんか大切なメッセージ性みたいなものもなんか少し込められていて、色濃いお役の皆さんがいろんな思いでいろんなこう願いだったり夢だったりを抱いて、まあどの世に生きているのかみたいな、そんなちょっと曖昧なはっきりとしたものがこう見えず、いろんな想像もいろんな考えも浮かぶような、こう見終わった後になんかこうあったかいものに包まれて帰れるような、なんかそんなすごい素敵な作品になってます。すごい説明が上手ですね優しいです。じゃあ純花さんはもうお芝居、お芝居です。ミツ、はい、という役は、はい、どんな役どころなんでしょうか。はい、秀才さんのあらすじにもありましたけど、はい、こう秀才さんの前に突如、うん、現れる女なんですけれども、いろいろ今言えることが少なくてですね、うん、見ていただいたら分かるんですけど、ね、ネタバレみたいなね。そうなんです。まあ、言った物語のちょっと それも若干キーポイントになってくる、キーパーソンになってくる。そうなんです。なるほど。でもこの時代にこう生きる女性
ならこう誰しも感じてるこうなんかこう悲しみだったり辛さみたいなものを常に抱えてはいるんですけど、それをすごく覆すエネルギーのある女性で、覆してこう人にうまく頼りつつも一人で生きていくエネルギーがものすごくこう溢れてる人だなと。そしてなんかこういろんなこう自分が思ってる思い入れを信じていろんな人をこう引き込んでいく、ユーモアもありながらすごく魅力的な女性だなって感じます。続いてちょっと質問したいんですけども、はいはい、まあ、稽古が始まっているとさっきお聞きしましたけども、はい、改めて宝塚歌劇団対談後、はい、初舞台ということで、はい、どういった違いだったり発見とかってあったりしますか？いやもうお稽古の仕方からまずいろいろ違いますし、うん、もちろんその男性とお芝居させていただくのも、はい、まあ、映像では経験させていただきましたけれども、はい、まあ、この間こう縦の振り付けあって、うんうんうん、私は出てなかったんですけどこう見させていただいてると、はい、やっぱこう女性同士がこう戦うのと、うん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 、本当の男性の方がこう戦うのとまたこう別な魅力があって、うもう稽古場で立ってやられるときは私一人でうわっ切られてるけど大丈夫ですかみたいな本当にそう違いますよね。いやそうですね、でもなんかお芝居の感じとかは、うん、それこそ本当に宝塚にいた時も、うん、本当の男性としてるっていう感覚があったので、あ、もともとね、もともとそれすごい、だから今もお芝居の感じがこうガラッと変わったかって言われる、ね、よりかは、そういうちょっとしたなんかこう盾だったりとか、うん、そういうところにところどころお稽古場に驚きが、なるほどね、はい、なるほど、ここからはまだまだね驚くことがたくさんあるかもしれないけどね、そうですよね持ち前のその笑顔で笑い声で乗り切っていただいてただバーンと落ちても出てこないように外から大丈夫ですかってこう本番で出ていきません、出ていかないだけ、はい、分かりました、はい、小林香織演出翻訳ミュージカルモダンミリー、2022年9月にシアタークリエで上演され大好評を博した本作品が満を持しての再演。心に残る美しいソングナンバーや華やかなダンス、抱腹絶倒のストーリー、見た後は誰でも元気になるとびきりハッピーなブロードウェイミュージカルです。大阪、愛知、福岡公演のチケット選考をアミューズプラスにて4月8日まで受付中です。皆様のお申し込みお待ちしております。常松ゆり出演文化村プロダクション2024波座回帰、現代の若者の生態と人間の本質を描き賛否渦巻く衝撃作が代名詞ともいえる三浦大輔の3年ぶり待望の新作。芸能界を舞台にマスコミとタレントという特殊な関係の中、現代に振り回されながら葛藤し続ける人間たちの揺らぎを三浦独自の視点で浮き彫りにする会話劇です。4月22日までシアターミラノ座で公演中です。どうぞ劇場に足をお運びください。小林香織演出ミュージカル王様と私、世代を超えて世界中で愛される本作は日生劇場では1996年9月以来28年ぶりの上演となります。多様な価値観にあふれる現代にふさわしい新演出版の王様と私をお届けいたします。4月9日より日生劇場で開幕します。どうぞお楽しみに。以上、ナレーションを務めたのは東島美里でした。ありがとうございました。実はこれハンサムライブの次の日に撮ってまして、水田さんの熱い先輩の背中を見せていただきました。いやーすごかった。僕にも何か感想あればぜひ送ってください。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。続きはアミューズプラスにて絶賛配信中です。ぜひご覧ください。以上、
水田幸喜でした。